うわ、かわいい。なんだこれ。選び放題です。なんだこれ。なんだこれ。いいな、これ。幸せだ。幸せだ。なんか、スノキソリと犬がみんなスケベになっちゃう。あ、いい子だ。あ、いい子だね。いい子だね。よしよし。このね、ゴールデンレトリバーっていうのは、30年ぐらい前にめちゃくちゃ流行ったんですよ。流行って、ものすごい数の犬が輸入されて繁殖されて、日本中もゴールデンレトリバーで溢れましたね。その頃っていうのは骨格も良くて、がっちりしてて素晴らしい犬が多かったんです。で、一時期飽和状態になった時、骨格の細いゴールデンレトリバーが増えて、いや昔こんな犬じゃなかったらちょっと残念だなと思って、要するに犬種の犬質が低下しちゃったんですね。数が増えることによって大量生産のしすぎで、ところが最近ちょっと数が減ってきて、最近のゴールデンレトリバーはまた骨格がね良くなってきた。じゃんじゃん回復してきた。なるほど。だからね、ちょっと安心してるところです。やっぱりね、それもね、やっぱりこういうドッグショーに犬を出したり、こうドッグショーに出てくるような犬たちと自分の犬を見比べて、ね、あのどういう風に違うのかとか知ることによって改善して、それを目的に観察していくんですね。なるほど。やっぱりちょっと話が入ってこないです。フレンチブル。いい子だね。いい子だね。懐こいですね。いい子だね。あ、いい子だね。あ、いい子だね。あ、いい子だ。かわいい。どういう子だね。優しいね。これ今耳伏せて舐めてくれてるでしょ、はい、これは仲良くしましょうっていう趣旨で、これは一つのねだり行動なんですね。本来子犬が母犬とか群れのね、自分より優位の犬に対して示したいと。だからこれは俺に対してね、この敵意が全くなくて仲良くしましょうって言ってるの。耳を倒してる。耳を倒して口元舐めるっていうのはねだり行動。狩りから帰ってきた大人の犬に子犬がやることなんです。あら、なんだこれ。みんな来ました。はい、いい子だね。トイプードルですね。トイプードル。トイプードルっていうのはね、はい、あの日本ではね、白いのが流行ってて、はい、で茶色とか黒とかね、あんまりね流行んなかったね、灰色いのとかね流行んなかった。でもヨーロッパではね、あの白よりむしろそっちの方が流行ってた。最近の傾向としてね、白よりもこのグレーっぽい色だとか、このアプリコットですね、この茶色っぽいのがやっと流行ってきてね。今逆に白い、ね、プードルが減ってきました。うわ、かわいい。なんだこれ。選び放題です。なんだこれ。なんだこれ。いいな、これ。幸せだ。幸せだ。はい、幸せだな。幸せちゃん。幸せちゃん。赤ちゃんいっぱい。どっちも人気の犬種ですよね。辛いんだ。俺も実は鳥麦やってたから、あのその辛さはとても分かる。お客の犬だから叩けない。そして本気を出せば犬をね怪我させてしまうから、怪我させないように噛みつく犬を抑えるのは大変だし、そのまま返すわけいかないから、噛みついても何でも何とかしてお客さんにね渡さなきゃいけないから、それを仕上げるのが大変なのもよく分かる。でも俺偉いと思う。いや、俺も鳥麦やってたから分かる。あれ実はね、とても辛い仕事だよね。一人の時ちょっと泣きたい時あるもんね。その時誰か手伝ってもらいたい時あるし、その時どうしてるんですか。一応もう一人でやってんだ。偉い。僕がね、今までで一番怖かったのはアルゼンチンドゴ。ドゴ飼ってますよね。飼ってますよ。飼ってるけども、いっぱい飼ってるけども、箱から出して首輪つけてくれって言われたんです。でも箱の中見たらもう怒ってるんだよね。それに首輪つけるのがめちゃくちゃ怖かった。なんか柴犬とかでも、ね、もう家から口輪してお母さんが連れてきてくれるんだけど、それがうちで外れちゃうともうつけらんない。一番噛みつく犬ベスト3みたいな感じがします。チワワ、シバ、チワワ、
芝？芝はもうあちこち体触られるのが嫌いだから、うん、チワワはあんな小さくても気が強い、うん、意外と顎の力強くて噛まれて痛かったのはシーズー。シーズー、プードルは？プードルも痛い。新しい子を飼いたいんですけど、こうやって見せられるのが今ミックスがいろんなのが出てるでしょ。あれ私すごい嫌なんですけど、もうどれとどれ合わせても子犬の時はみんな可愛いから、じゃあペキニーズと なんかプードルとかを、子犬これどう思います、飼いたいんですけどって言われてもアドバイスのしようがない。そう、あのミックス系にそういう時はね、僕はねこういうふうに答える。ミックス犬ね、ダメとは言わないけども、ミックス犬ってどういう性格になるか分かんないですよっていう、ある程度犬種を定めれば応用するけどね。チワワだったらこういうこと気をつけないと人見知りの激しい犬になりますから気をつけましょうねとか、シーズだったらば、まあ、こういうことで吠えることないからちょっと飼いやすいかもしれないねとか言えるんだけども、ミックス犬だとどっちにいるか分かんないでしょ。だからちょっとプロ思考だよね。どういう風な性格になっても対応できる人じゃないと飼いづらいのかもしれないって答えるよね、うん、だからね、せっかく研修によってさ、外観だけじゃなくてキャラクターもおおよその検討はつけられるわけだから、はい、それ飼えばいいのに、若くミックス犬って言って将来どういう性格になるかね、分かりづらいのを飼うのは、ちょっとその人の、ね、技術とかね、思考性が重要になると飼いました。じゃあカワウソ飼いたいとか、マスコ審査員でございます。できるんですかみたいな聞かれる、全然分かってない。それカワウソはやめた方がいい。大会安いけど、みんなのことでカワウソは3つ輸入されたのを繁殖しているだけだから。しかも90万とか。そう、それでも密輸品、正規のものだったらそんな値段じゃ買えないから。へえ、うん、町田さんの動画のことを思い出した時に、ワニガメとワニはこう石を飲み込んで自分の浮力を調節するっていうのを見てすごい面白いなと思って、上野動物園にイリエワニを見に行きました。フック君推定54歳、全然動かなかった。あれ前から言いましたね。あれ俺がちっちゃい子供の頃から言うの。食事する時のこういうの見たかったんですけど。あー、ディスロール。ディスロール見たかったんだけど。最近ディスロールだけど、なかなか昔あれワニのツイストって言ってね、今ツイスト踊る人がいないからディスロールって言ってる。私なんかもう町田さんのせいで自分のインスタ動物ばっかり上げてるんですよ。いや、いいことですよ。